こんにちは、こんばんは、三浦です。今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。待ってろ、帝京早稲田ということで、今日はですね、明治特集でいこうかなと思います。というのはですね、先日、なぜ帝京は早稲田に完敗したのかっていうのを勝手に分析してみたっていう動画をですね、なんか久しぶりですね、がっつり動画作って、お届けしたところ、1日経たず1万5000回以上再生されしてるみたいで、多くの方に見ていただきましたが、多くの方に見ていただくと同時にですね、僕の周り明治ファン多いんで、皆さん、なんで早稲田と帝京ばっか動画にするんだと、ああいう話を されたので、わかりましたということで、明治の特集をしていこうかなと思います。今年の明治はなんかちょっと今までと違いますよね。あとやっぱね、去年100周年のなんかプレッシャー、広瀬君とか感じてたような気したんだよ。なんかやっぱ硬かったなっていうのは、なんかまあ後で結果論なんですけど、そんな気がするのは、なんでそう思うかというと、今年なんかすごく明治の選手が伸び伸びやってる感じがするんで、なんかそれがなんか見てて気持ちいいなというふうに思います。で、もう大学ラグビーファンはお別れだと思いますが、今もう4強ですよね。なんとなく、早稲田、明治、帝京、京産と。ああいうところのこの4強が、まあ、このまま大学選手権ベスト4がこれなんじゃねえかっていうふうのを予想している人は多いと思うんですけど、まあ、組み合わせ次第でどうなるかっていうところあるんですが、やっぱね、ここら辺です。この後に、まあ、東海大リーグ戦でいうとね、リーグ戦の東海がちょっと元気ないですよね。で、代わりに大東が元気で。で、対抗戦でいうと、まあ、筑波がここに入れるかと思ったところ、結構明治に今回完封されたっていうところで、っていうところですよね。で、関西でいうと、天理が、まあ、どこまでかっていったところが、今の状況かなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとこの4つは飛び抜けてますね。なので、まあ、そこ中心に大学ラグビーはお届けしていかざるを得ないかなというところで、もうね、来年とかここに慶応とか、入ってほしいなと思いますが、まあ、ちょっと、明治行きましょうということで、で、まあ、釈迦に説法で申し訳ないんですが、まあ、みんな言ってますよね、ここ数年の変化のなんか完成形が見えてんじゃねえかと、明治ですね。で、ご存知、前へで有名な明治と。で、最近バックスがいいんじゃなくて、昔からいるんですよ、優秀なバックス、もうたくさん、元木さんとかはね、の時からいますしね、渡辺大吾とか、懐かしいですね、ちょっとなんか、まあ、そこら辺に、で、田村優、梶村みたいなね、もちろんたくさんいるんですけど、なんだかんだ言って、フォワードの明治って言ったところ、まあ、こだわる固執っていう表現がどうか分かんないですけど、その明治が数年前から変化を見せているっていうのは、なんとなくみんな感じてるんだけど、まあ、正直言うと、なんかうまくいってんだかいってないんだかよくわかんねえなって言ったところが、なんか今年かなり新しいなんか明治っていうのが見えてんじゃねえかな。亀戸さんが数年かけて、あとヘッドコーチが変わったりしてね、いや、新しい風になってると思うんですが、新明治みたいな感じで、ずっと言われてるんですけど、今年ほどなんかすごく、フォワードバックス融合しているような台はなかなかなかったんじゃないかなっていう気がしますね。それもちょっと僕の意見ですが、そうですね。今日も完全に三浦の独断と偏見でいきます。だからフォワードバックスの融合が見てて気持ちいいと。もうここまでね、スーパースター並ぶと面白いですよね。最高ですよね。で、この前のこの筑波戦のメンバーなんですけれども、まあ、フォワードとかももちろんなんですが、もうね、例えば、まあ、秋山選手、白井瑛人選手、海老沢選手の話だけで、あと、金選手の今年の活躍だけでもう一動画撮れちゃいそうなんですけど、すいません、今日はですね、そこはちょっと、個人の名前を今日フォーカスするのは2人かな。もう、ここを2人で絞るっていうのはちょっと相当なんですけれども、人は、そんな感じなので、ただ、僕自身が見てる明治のラグビーとして、今年は、本当、ごめんなさい、明治のラグビーは昔から好きなんですけど、今年はより好きですね。なので、ちょっと早稲田と帝京が、すごい派手な試合になっちゃったんで、あれなんですけど、筑波に、やっぱり冷風って半端じゃないんで、あの攻撃力冷風っていうのは半端じゃない。まあ、ちょっとおいおい説明していきます。ということで、そんな魅力的な明治、フォワードバックスが融合する新明治の魅力解説をしていこうかなと思います。今年の明治の魅力解説、いくつ書いたっけな、忘れちゃったんですけど、まず第1、謝罪も込めてということで、ジャンということで、木戸キャプテンの体を張るプレー。
っていうことですね。冒頭でもお伝えしましたが、ラグビーコミュニティとか僕の周りとかやっぱ明治ファン多いんでいろいろ話するんですけど、で正直僕木戸くんがキャプテンやるって聞いてうんと思ったんですよね。というのは当然下級生の時から彼出てますけれど、まあ、とりあえず壊し屋っていうか、もう本当当たり屋、当たり屋って表現よくねえな、とにかくもう暴れん坊で、で体ゴリゴリやって、プレーをなんかすごい激しいプレーだったんで、なんかキャプテンシーとかっていうイメージなくてたんですけど、驚きました。今年一番体張ってます、一番カバーディフェンスしてます、一番走ってます、一番闘争心むき出しにやってます。もう見てて大好きですねこのプレー。もちろんプレイヤーとして一流なんですけど、泥臭さもセットで加わってる最強のプレーが今年の明治を象徴してるなっていう感じがして、クリーンとか綺麗なところじゃなく、やっぱキャプテン の木戸くんが一番泥臭いっていうのが明治のすげえ今年の明治のかっこいいところ、一番かっこいいところかなと思ってます。木戸くんなんかちょっとキャプテンになった時にえって思ってすいませんでしたと、まあ、いうことなんですけど、本当にキャプテンシー素晴らしいっすね。だからバックスのあの華麗なバックスとかもやっぱ木戸くんがやっぱコントロールやっぱしてるよね。やっぱ軽いプレーとかしたら木戸くんに合わすかもないもんね。素晴らしいと思います。で2つ目はさっきもちらっと言ったんですが、まあちょっと明治ファンに失礼なんですけど、この時期にこのディフェンスのレベルはなかなか数年見てないですね。まあ明治はもう本当にもう前への破壊的なプレーで、まあとりあえず取られても取り返すっていうような感じで、ある程度の失点とかっていうのは目をつぶるっていうのが僕の中での明治のイメージだったんですけど、まあまさか筑波冷風だとは思わなかったですね。ディフェンスが本当素晴らしい。そこはやっぱ木戸くんなんだろうなって思いますね。あとそこのコンビで福田くん、やっぱいいっすよね。であと他の大学にあんまないチョークタックルって、抱え込むタックルですね、田島くんを中心にやってるんですけれども、あれまあ皆さんご存知だと思うんですけど、プレーが中断した時にラックで球が出なくて中断すると、ラック持ち込んだ方なんですよねのスクラム再開なんですけど、チョークタックルでモールの形でプレー止まるとボール奪えるんですよ。だからそういうことも見据えて結構あれ腕力とか本当にないとできなくて、やっぱ下にタックル行くっていうだけの選択肢じゃなく、このチョークタックルがあるっていうのはなかなか他の大学にない明治のディフェンスの魅力だなと思って、見ててなんかいいっすよね。パイルアップっていうか、そのモールで向こうが球出せない時のディフェンスって僕快感なんですよね見てて。まあもちろん慶応がそれやられるとすごい絶望的なんですけれども、自分が推しチームがですね、チョークタックルしながら抱え込んで相手にボール出させなくてマイボールスクラムって僕の中では相当美しいプレーの一つなんで、それがなんか明治筑波戦もすごいあって、すげえなと思いましたということです。で明治の魅力3つ、これはもう後藤さんから解説で結構言ってて、多分もしかしたらスルーしてる人多いと思うんですけど、ですね、高いプレーっていうのは早く言えばこのちょっとキャプチャーしちゃったんですけど、伊藤龍之介選手が、相手の近いところ、あとスクラムハーフのほぼ真横でもらったりだとか、深めでもらっても自分がすぐにパスせずに相手との感覚を詰めて引きつけてパスするっていうところで、深いラインが深いと高いっていう表現するんですけど、高い位置でのプレーって難易度高いじゃないですか、そりゃだって敵が近いんだもん。で後藤さんが結構明治の解説やってるんで聞いてるんですけど、いや明治は今年難易度高いプレーにチャレンジしてますねとか言って、でこれがつながりだしたら恐ろしいですねっていうのが今つながり始まってるんですよね。だからこれはですねディフェンスしんどいんですよ、かなりしんどい。だからこれはでもその代わりノックオンとかのミスが高いプレーなんですけど、だからハイリスクハイリターンっていう言い方かな。でそのハイリスクをどこまでリスクを下げるかっていうプレーに明治は今年チャレンジしてて、それがですねシーズン深まるにつれて、特に筑波戦なんてもうこっちが見ててハラハラする距離感でのパスのつなぎがすごいなというふうに思いました。これはですね
この選手のレベルじゃないと無理ですね。あのバックス7人が全員このくらいのハンドリングスキルないと、で後半萩井君が入ったりするとこれがよりあのレベル度が上がるという恐ろしいバックスラインプレーなんで、これディフェンスどうするんだろうと、スコーンって抜けるんですよね間。あの伊藤君が、伊藤龍之介君が間に放って、そこにあのセンターが入ってくる時もあれば、センターがその隙間を見つけてそこにあのパスする人があれなのか、両方できてる感じなので、これはですね恐ろしいなという感じがしますが、で見ててね楽しいですよね。続きましてジャンということで、そうあの服部選手であれだったんですけど、僕はあの春からあの萩井選手とかがスタンドオフ出てたんですけど、僕はもう絶対伊藤龍之介君一択だって明治ファンには言ってたんですよ。もう絶対伊藤龍之介だと、ああいうぐらいで、なんか話聞いたらちょっと去年とか体重コントロールがちょっと間違えてたみたいっていう話もちらっと聞いたんですけど、とにかくねもうちょっと服部君でちょっと話題ですが、まああのナンバーワンあのスタンドオフとして言っていいんじゃないかなっていう、パスラン完璧、服部くんがすごすぎるだけでキックも当然20丸と、ああいうところがあるので、伊藤龍之介選手は僕はあの相当あのそれこそあの小柄ですけれども代表とかにも呼んでもらいたいレベルなんで、ちょっとですね彼の出来がまあなんかね、なんつうかいつもいいんですけど、やっぱ彼いるといないで違うんじゃないかな。まあ萩井選手も相当いいんですけど、ちょっとスペシャルですね伊藤選手がね。ぜひぜひ彼のプレー楽しんでください。もう全然倒れないですから。これももうこのプレーもすごかったですよ。何回捕まってんだっていうぐらい。やっぱ背が低い人あるあるで、あの重心が低いっていうのもあってディフェンスしづらいっていうのもあるんですけどね。田中健三君もそれ系だったりするんですけど、またちょっと違うタイプなんですが、すごく見てて楽しいですねっていうところです。でちょっと最後あのちょっと料理に例えちゃって あれなんですけど、やっぱ選手層が厚いからこそ二度美味しい料理じゃないかと、リザーブが入ってまた違う楽しみが増えるんですよね。もうリザーブ陣見てもこのだから竹之下君が入ってもワクワクするし、あの特に先ほどちらっと言いかけた萩井選手と伊藤選手が並ぶとですね、伊藤選手がインサイドセンターで萩井選手がスタンドオフになると、もうそれこそただでさえ高い位置でディフェンスしにくいのに、今度スタンドオフどっちなんだっていうことで相手ディフェンスしにくいっていう、まあ異常なレベルになっていくっていう後半、まあ、ただ秋山選手と平選手のスタメンっていうのは僕絶対必要だと思うので、やっぱ後半のこのオプションでしょうね。っていうことで、とにかく今年の明治はあの新しい、まあね、まあ、こういうことを言うと毎年言ってるって言われちゃいそうだけど、でも本当今年あの明治は楽しみですね。あの皆さんちょっと帝京つくば、あ帝京早稲田でバーンってインパクトあったんですが、あの筑波にですね冷風の明治っていうのはこれは相当相当強いなという気がします。もう対抗戦佳境です。今度の日曜日頼むぞけよ立教で、早稲田筑波もねちょっとこのままじゃ終わりたくないと思ってがっつり来るだろうな。同じ時間なんじゃんマジかよ。まあいいや。でその次の週にこの帝京明治なんで青学に行ったりと、いやー楽しみです。もうまた1年間見れないんでね、今のうち楽しみましょうということで、ちょっと動画多めにお届けしていこうかなと思います。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。レッツラグビー、久しぶりに言ってみた。